今回やっと模試の結果が返ってきたということで、偏差値東京経済大経営、あんた自分が言ってるとこどうして書いたんだよ。で、一日どれくらい勉強しますか。そうだよ、始まりました、もちろんチャンネル。さあ、今回坂井さんにおいでいただきました。はい、はい、あれ、メガネかけて、なんか誰かに近づけてってんですか、わざと。はい、似てる似てるって言われて。さあ、そんな坂井さんですね、もうですね、工事がずっと鳴りやまないで運がないんですけども、さあ、今回やっと模試の結果が返ってきたということで、はい、初の模試ですね。何日に受けたやつですか、これ。何月の。9月の18ぐらいですか、ね、あ、9月の18ってことは、はい、まあ本格的に勉強し始めて2週間ちょい。そうですね。はい、じゃあそれの結果、まあまだこれ出てるのが11月だからきっとおいおいってなるかもしれないですけど、9月の結果ですね。はい、じゃあ見せていただきますか。はい、第1回駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試、9月っていうふうになってますね。じゃあ国 A 文系ということなんですね。あ、そう、最初がっていうか、もう国と A しかないんだ。はい、じゃあ国語発表しますね。まずピピピピ、現代文、まあ2つの大問あって、今度は電車も来るってと、現代文が100点中73点。どうした。どうでした、いけた感はあった。いや、まあ原文、まあ、そんなもんだろうな、そんなもん。そして国語全体だと107。じゃあ200点中107ってことは、え、古文漢文で34点しか取れなかったってこと。そうですね。わお、古文が3問しかあってなくて、はい、うん、漢文は、漢文もそうですね、3問しかあってないですね。ほわー、すごっ。それでやばいな、それじゃまだ、まあ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 、それと、まあ、漢文はまだ何もやってなかったしね、当時は。今はやってんの。まだやってない。まだやってないんだ。原文は、やっぱ原稿はね、もうやってると思うんで、そこは進んでると思うんですが、107ということで、偏差値 51.1、 平均って103って、あ、平均低いな、どっち。みんな勉強してないんだな、ちゃんと。じゃあ英語ですよ。英語リーディング64点と。おお、なるほど。平均って47、まあ、平均自体が低いんだな。偏差値 58.7。 英語リスニング、まあリスニングの方がいいって言われてたんですけど、69ですね。はい、この間の80に比べたらだいぶ低くなりましたけど。そうですね、62。偏差値、あ、でもそれでも偏差値62になるのか、平均が47しかないからっていう感じですね。なるほど、といった形で、じゃあ志望校、ちょっと待って、早稲田スポカを書くのは分かるけど、なぜ東京経済大経営。あんた自分が言ってるとこどうして書いたんだよ。まあなんか面白そうかな。面白そうじゃん。それだったら他のスポーツの書いて、あの法制のスポーツとかさ、はい、そういうとこ書いてください。いい判定です。はい、やっぱりね、志望してる人は少ないね。そうですね。あ、でも474、合計あ474人いるんだよね。はい、ああ、なるほど。それの中の、え、この3つ目のこれにいるってこと。そうですね。おいおいおい、242、やばいじゃないですか。なるほどね。いやー、学部内は1117人のうち567位と。はあ。で、東京経済大学 B 判定、 B じゃん。B でしょ。ここすら B かよ。 B 判定で139人書いてたんだ、その中の4位。少ないですね。はい、なるほどね。他書いてないですね。書かないと、書いた方がいいと思いますよ。はい、はい、英語はどんな感じだった。これ、そっか、どこ間違えたかとかが分かるやつです。どうでした、リスニング、リーディング。リーディングがやっぱり長文1個読めない。ああ、そうですね。後半も全部何も書いてない、全部バツってなってるから間に合ってないんだな。ああ、なるほどね。やっぱそれでも、そうね、リスニングの方がまだできてる感はあるかな。取れるとこは取れてるんでね。まあ、単語力がついただけでもだいぶ違うと思うので。なるほどね。ちょっと現在のじゃあ状況はどうなってんの。今はもう来週原文の段階突破、はいはいはい、テストやるらしくて、はい、再来週古文のそのテストやるらしいですね。はいはいはい、英語は今解釈70を、あ、はいはいはい、もう今週で終わって、うん、来週なんかソリューション入るっておっしゃってました。ああ、長文の、はい、まあ、はあ、そういう感じでいくって感じです。今単語はもう当然システム終わっている、はい、状況ですね。できるようになってると。文法は何やったの。結局文法は
大岩先生のやつやって、はいはい、と肘井先生の英語長文、長文の英文読解のための、あ、そうですね、読解の英文を超えて、うん、ポラリスやって、うん、ポラリス1、そうですね、英文法、英文法のポラリス1ですね、はい、それで文法はおしまいです、うんうん、それはじゃあもうできたって感じですね。そうですね。で解釈に今70入ってて、はい、で読解に入ると、はい、いや、やっとそこまで来ました。どうなるのかな、それでこれで取れなかったら困るからね。そうですね。行って、で共通テスト形式のものをいっぱいやっていかなきゃいけないですからね、はい、いや、国語はどうなんですか、その読解突破って。まず何やったの、参考書は各生、柳生先生のを一冊やって、はいはい、うん、で原文のポラリスもちょうど今日で終わりますね、うん、終わって、でコトチコももう3、はい、4回ぐらいやってもそれで原文はおしまいです。古文はもうゴロゴロ何週もやって、はいはい、文法終わって、うん、もう読解の本も終わって、もう長文、うん、文法読解何本の名前、富井先生のよ、はい、文法と富井先生の読解、はい、あ、はいはいはい、で、まあ、ゴロゴで、岡本先生のポラリスをやってます、はいはいはい、うんうん、岡本先生のポラリスやって、これで古文も一応最終段階ってことですか。そうですね。この後は過去問、はい、まあ、難しいからね、古文もセンターの時代からやっぱり大変だと思うんでね。で、漢文はこれからどうやるとか聞いてますね。まだ何も聞いてないです。へー、じゃあこっからなんですね、はい、でも伸びた感覚はちゃんとありますか。その古文で唯一合ってるのが、うん、その時にちゃんと勉強してたゴロゴの内容だったので、ね、やってたところできたんならよかったんじゃないかな。おお、そんなこと言ったらまた批判が出るから、ふざけんな、何やってんだよ、やる。で、1日どれくらい勉強しますか今。1日もう1時からちゃんと来てやって、またそれ以外でも家で2時間、はいはい、で、まあ電車の中でもって感じですね。で、どれくらい合計すると。簡単な計算でしょ。11、13ぐらいですね。ああ、13時間。そうだ、これぐらいねやるんですよ受験生。ほんとなんかね、理解できないとか無理ですとかって言うんだけど、いや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 、やる。、はい、ってことは、このあと受けた模試はまだありますもんね。9月はこれで、10月に。そうですね、10月に受けたのが、うん、11月の18に帰ってきますね。ああ、なるほど。じゃあ今後帰ってくるのがいっぱいあるわけで、まだまだこれからもたくさん受けていく。そうですね、明日もあります、ね、あ、そうですね。じゃあ頑張って次々受けていって、結構こう上がっていくところを見せてあげてください。あ、はい、視聴者の皆さん、それをね、頑張ってるぞ。ちょっとね、残念ながらまだこれ9月の半ばの結果だから、おいおいおいって思うかもしれないですけど、11月見てるからね。そうですね。でも本当はやってるということで、そう、1日13時間。配分としてはどれをどれぐらいやってるの。今は一番原文と古文に時間を割いてますね。なるほどなるほど。英語、リスニングは。リスニングはもうまだ武田塾でのリスニング対応してないんで、はい、家とか英文解釈の CD を、英文解釈の CD、 はいはいはい、そうですね、を、まあ、携帯に入れて、家から駅まで行く、うんうんうん、歩いてる道にもうボソボソ言ってますね。ああ、なるほどね、シャドウイングね、うんうんうん、いや、ちょっとリスニングもね、ほんと取れるようにならないと、練習必要だからね、はい、ちょっと頑張ってやらないといけませんから、はい、ちゃんと勉強していってください。はい、はい、ということで、これ坂上さん模試の結果帰ってきたということで、初模試の結果でした。さあ、どうなっていくのかですね、こうご期待、はい、ぜひ応援してあげてください。はい、ご視聴ありがとうございました。